愛する人と一生他人だなんて辛すぎるでしょ。こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとゆです。今日はちょっと真面目なお話をしたいと思います、はい。まあ、私たちみたいな同性カップルが今日本で現状どういったことができてどういったことができないのかとか、まあ、実際に法にどんな風に守られているのかとか、そういったものを知ってる人もいれば全く、ね、知らないって方もいると思うので、できればねたくさんの人に知ってほしいなと思ったので、今回はその現状をね皆さんにお伝えしたいなと思います。これあの LGBTQ 以外の方もたくさん見る可能性があるので、コメントとかでもし当事者が思うこととか、こう当事者の周りの方で思うことがあったらぜひ書いてほしい。すごくそれを見てもらうのって貴重な意見になるし、チャンネル登録しておくれ。現在日本では同性婚という、まあ、異性婚とね普通の結婚というような制度と同等のものが現状できていなくて、パートナーシップというあの、まあ、パートナーですよっていうのが分かるような制度はあったりはするんですけれども、実際に、まあ、遺族年金であったり、はい、まあ、そういった、まあ、普通男女が結婚したらできるような制度が、まあ、パートナーシップでももちろんそれはできないです。で世界では現在31カ国同性結婚が法制化されているとのことです。なので31カ国同性婚ができて、まあ、日本では今できないっていう感じです。同性婚がしたいっていうことで、まあ、国を訴えたんですよ、うん。でまず最初札幌の方では違憲だというふうに、次に大阪で行われた判決は合憲、認めないことを合憲っていうふうに言ってます。まあ、憲法的には正しいですというふうな、うんうん、あの同性カップル3組が国を訴えたんですけれども、まあ、合憲だというふうになってしまいました。話題でしたよね、この内容としても。そうそうそう。で婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するというふうに定めていて、両性というのは男と女、まあ、主要7カ国 G7 って言われている、まあ、日本含めたね、もうそれだと日本だけが同性結婚を認めていないと思いました。うーん、好きな人と一緒にいて、でなおかつ安心してその人と暮らしていけるっていうそのものを求めるとしたら、そこに結婚っていうものがあって、うん、そういう選択としてなんか選べる世の中になったらいいなっていうのはすごく思ってます。ただ好きな人と一緒に入れたらいいんですけどね。こう憲法に詳しいわけでもないしさ、うん、法律にもすごく詳しいわけではないのよ、うん、ないから、はい、分からないこともすごく多い、ね、はい、でもこの判決が出たことでポジティブに考えると、すごく私はなんか一個考えるきっかけになったなと思うし、やってくれる人がいなければ、うん、世の中でも考えられるきっかけはなかったと思うし、うん、これの判決で強く傷ついて逆にこれを変えようっていう力にする人もたくさんいると思う、うん、悔しい気持ちを持って国を変えていきたいっていう思いをね持ってくれる人もきっと増えたと思うから、うん、ある意味良かったのかもしれないだと思うけど、やっぱね悲しいよね、うん、国全体を変えるのって多分すごく難しいと思うけど、うん、でもなんか不安なのはこう東京都でパートナーシップが今後導入される予定なんですけど、じゃあパートナーシップあるからいいよねとはなってほしくなくて、うん、じゃあパートナーシップって何ができるのっていうと、パートナーであることを証明書としてくれるっていうのと、こう男女の結婚制度と同じようなものではないわけよ決して。でもなんかさ、パートナーシップと同性婚は同じじゃないから、うん、それでじゃあいいよねってはなってほしくないし、やっぱりねこう国が認めるってすごく大きいのよ。国が認めるっていうことは制度としてサポートがあるってことだから、うん、より一層こう自分のセクシュアリティに自信を持ってたりとか、うん、そのセクシュアリティを抱えてる人を家族として持つ人が安心を得られたりとか、うん、いろんな人がハッピーになるきっかけになるので、すごいさ、うん、パートナーシップと結婚ってなんかすごいこう、まあ、私の友人とかでパートナーシップを組んでる方、うん、異性カップの方結婚してる方っていうのも結構いらっしゃるんですけど、うん、あの離婚する時ってめちゃくちゃ大変だったりする、うん、けどね、でもパートナーシップってなんか解消するのすごい簡単
だなっていうのを結構いろいろ話を聞いてそう思ったんですよね、うん、すごく簡易的。そういった意味でもね、なんかそうちゃんとしたものが欲しいなっていうのは思いますね。私たちはね、パートナーシップを今後組む予定だけれども、うん、同性婚派です。同性婚したい人たちです。まあね、それでね、私たちもいろいろ思うことはあるのよ、まあ、やっぱり結婚できるもんならしたいってずっと言ってきてたし、うん、で、みんなってどう思ってるのかなと思って、発信者の方たちはこうやって同性婚したいよっていう風に声を届けることができると思うんですけど、露出をされてない方たちにどういう風に思ってるのかなと思って、ちょっと今回ストーリーで募集していろんな意見をお聞きすることにしました。本当にいろんな意見が来たのと、なんかいつもよりもたくさんのね、こう怒った声もあれば悲しいって意見があれば、いろんなね、当事者含めて当事者の家族のこう意見が来て、まあ、これは世の中にね、ちょっと伝えたいなと思う意見だったので、ちょっとこれをね、皆さんに伝えていきたいと思います。一緒にいる人を決めるくらい自由がいい。憲法に対して矛盾していることが多すぎてびっくりしました。性別が同じだというだけで結婚が認められないのが悲しかったし、考えが昔のままな方が多いのだなと感じました。大切な愛しい人をただ性別が同じだけの家族をないものにされるこの国にわざわざいたいとは思えない、基本的人権の尊重が守られていないと思いました。憲法24条の両性が合意のみで婚姻が成立、国側がこの両性を男女のことだと言ってるのが悔しい、同性婚だとしても他人には迷惑かかることなんて全くないのに批判されて差別すぎて法を疑う、うん、誰にも迷惑かけてないし、むしろ幸せな人が増えるだけなのになんで認められないのかわからない、まず認めない時点で国が、法律が男女差別をしているのだと思います。ありえない、古い考えで先進国らしかなる思考ですよね。結構ショックだった。子供を産むことだけが結婚することじゃないのになと思う。あの今回の判決でね、うん、ちょっと子供を産む生産性があるっていうのもなんかちょっと意見の一つとしてあったんですよ、うん、これすごいなんか物議を醸したトピックなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、さっき言ったように憲法24条が両性の合意のみ、うん、合憲のみで婚姻が成立すると定めているということで、うん、男女を表すことは明らかである。婚姻の制度の目的として一人の男性と一人の女性が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることっていうふうに言ってしまっていて、うん、まあ、これで言うと、まあ、あの子供をもちろん産めないカップルさんとか、まあ、夫婦の方もいらっしゃったりとか、うん、子供を持たないっていう選択をする方たちもいらっしゃるし、選択的、子供を持たない夫婦も実際否定しているという内容になってしまうっていうのもあって、まあ、LGBT とかもそういう同性婚を求めている方以外の方も多分すごく傷ついた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、マイノリティは許しがないと婚姻できないのがすごく不平等、認めない理由がわからない、国民の幸福度が上がらないと思う、異性婚のことを子供を産むことを目的としている的なことを言ってるのがあまりにも昔すぎて、同性婚への正しい理解がされていないことを残念に思います。理解ない人に裁かれたくないです。目的が生殖のためとは理解できません、まあ、それはそうですね、まあ、それはそうですね。照れくさそうに手をつないでくれる恋人も存在しないものにされるのかと絶望しました、婚姻の選択が一部のカップルには与えられないのは人権侵害だし、堂々と差別しているようにしか見えない。ショック、残念。愛する人と一生他人だなんて辛すぎるでしょ。僕はまだ未成年だけど結婚できる権利を与えても好きな人とはできないのが悔しいです。なんか私はまだ17歳なのでどちらにしろ結婚は無理なのですが、存在を否定されている気がして胸が痛いです。女子高生もね、傷ついておりますね。女性は生殖のための道具だと言ってるようなもの、そんなんだから少子化になる一方なのでは。子供を作らない、作れない夫婦もいるし、その場合は夫婦じゃないのかな。阿部夫妻は、あ、突っ込んでますね。先生もこの問題に触れてくれて、18歳の子たちに人選びをして選挙に行ってねと言ってくれました。皆さん選挙行きましたか？私たちは当日に行ってきました、はい、あのツイッターとかでね、結構同性婚を認めてくれている党や人とかっていうのをまとめてくれてるところがあったりとか、そういうのを積極的にリツイートとかね、今回しようと思ってねしたんですけど、うん、なんとか選挙同性婚って調べたら、うん、そういうのをまとめてくれてる人とかももちろんいるし、最近はなんかこう自分の思考がどの党に合ってるかなっていう診断みたいなものもできたみたいで、それを使ってやってる友達とかもいました。同性婚したい人はいる、その間に子供を授かるのも認めれば今よりも子供は増えるんじゃないか、まあ、それはそうよね。日本では同性婚の導入は難しいんだなと感じました。純粋な疑問なんだけど、なんでだろうと思います。子供を産まない、産めない夫婦はどうなるのかなって。
そうなんだよね。理由が微妙だし曖昧すぎて、異性婚で子を持たない関係にも法的な保護制度はないっていうふうにも捉えられるし、おかしいと思う、うん、いやこれおかしいと思った、うん、平等に生きられる権利があるはずなのに平等ではないのは悲しいと思った。主張分が弱すぎるので仕方ないと思う。これもね一個の意見ですね、うん、こう判決側ではなく主張側がね、うん、やっぱり弱すぎた。そう遠くない未来に日本でも同性婚ができるようになると思うので、同棲するなら早くしてほしい。ポジティブ、うん、今カナダにいて当たり前のように同性カップルを見かける日常にいると落差に驚く。日本の時代遅れすぎ。確か憲法解釈の問題なのかなということが露呈した判決だなと思い、当事者としては非常に残念です。違憲って言ってほしかった。パートナーシップだけではカバーできんこともあるし。確かにそれはね、このニュアンスちょっとずるいなと思った。同性婚を求める人らがたくさんいるのに同性婚を認めることができない理由を知りたい。好きな人は変わらないわけだから、少子高齢化って言っても結局人も増えないのだよね、まあ、そうだよね。こうじゃあ結婚できないから、じゃあ今の好きな人と性別変えますっていうのは無理な話で、うん、みんなが思ってるよりも本当に普通の感覚で同性を好きになってるので、うん、これできないからじゃあ男性好きになろうっていうのができないし、そうね、こうみんなが普通に男性を好きになって家族を築きたいって思う感情そのものを女性に全く同じように抱いてしまっているから、認めてくれた方がいろんないいことが増えるのになって思っちゃうの。これは当事者だから思っちゃうのか、それとも何異性愛の方もそう思うのかな。分かりやすいようにここでは異性愛の方っていう表現をしますけども、うん、異性愛の方たちの意見もすごくちょっと聞きたいなっていうふうに思いますね。憲法を変えなきゃ同性に限らずセクマイカップルは一生結婚なんてさせてくれないんだって思った。公務員試験の勉強で憲法について学んでるけど違憲だよって思う。おじさんたちが自分と違うもの、新しいものを認めたくないだけ頭固いなって思います。世界主要7カ国で認められてないのは日本だけ。変化を嫌う高齢の政治家が権力を握っている。今はまだ無理かもしれませんが、近い将来必ず誰もが幸せになる時はきっと来る、うん、まあ、日本だけ認められてないっていうのがちょっと、まあ、分かりやすく、うん、なんかこう残念だなってところですよね。こればかりは仕方ない。憲法が改正しない限り判決は変わらないと思います。憲法がさこう決まったのってすごく昔なのよね。そう、だから時代が違うからね、うん、政治家の一人がじゃあ憲法変えたいですって変えられるものではないだろうし、うん、私も同性が好きだから同性婚にしてほしいけど、国からしたら少子高齢化とかもあるし、問題もたくさんあるから何も言えない。私もレズビアなので結婚したい相手がいたらアメリカとかで結婚したいです。できないならこう自分で動くっていうのもずっと待って何も変わらないよりかはいいのかなって思ったりします。男女でも子供を産まない選択や養子縁組する人がいるのに同性は子供を作れないっていう理由はおかしい。まあそれはそうだって、同性カップルだとしたら子宮は2つあるし、実際にそういう精子提供とかを受けて子供を産んでる方ってたくさん今見えてないだけで実はどんどん増えてきてるんですよ。日本でも1人100万円の賠償金を求めなければ勝てたかもと思いました。確かに、まあ、賠償金ね。両性が男女というのがもう時代遅れ。両性の性は男女、男男、女女、それ以外でもいいのでは。2人の合意があればいいと思います。同性婚を認める上で何が問題あるのかといつも思います。裁判官に若い人材がいない、大きな課題と考えていない。政治家の LGBTQ パフォーマンスだと思う。うん、いや確かにな、うん、また振り出しに戻ったような気がして悲しいです。まあね、こういう意見がすごく多いのよ。世界と足並み揃えていこうとか、うん、そうそうそう、すごく多くて、妊娠しているのに籍を入れられないことが不快にさえ感じます、うん、同性カップルで子供を持ってもう妊娠してるけど籍を入れられない、うん、逆に違憲と判断される理由を知りたい。救われる人は大勢いるし、選択肢を増やすことが大切、うん、そうだよね。正直泣きました。まだ付き合って3ヶ月だけど、こんな素敵な方と将来結婚できないと思うと悲しい。LGBTQ 限らずね、うん、判決のこの発言に対して傷ついた方はきっといると思うので、どうかご自愛ください。だからこそちょっと今後もこういった風に世の中が動いたら声を上げていきたいと思うし、こう顔が出せないとかね、世の中に声を上げられないって方も事情によってはたくさんいると思うので、その方たちの声も代表して世の中に伝えれたらなと思うし、今後も私たちはこの活動をしていきたいなと思う。きっかけの 大事な機会になりました。すごく、はい、今回インスタでたくさんご意見送っていただいた方、本当にありがとうございました。
今回の判決とか、まあ、世の中のねいろんな意見が浮き彫りになったと思います。ツイッターとかいろんな方書き込みしてたし、それに対して反論してる人も多分いたし、見たくなくてもリツイートで回ってきちゃう人もいるだろうし、いろんなの見てすごく傷ついたり、なんか自分が実際その人に言われたわけじゃないけど、こうくくられてすごく嫌な気持ちになった人っていると思うのよ。そういった方たちはぜひ自分の心を大切に、たまには SNS を見ないこととかもね大切なので、もう最近選挙も終わったことだし、ちょっとみんな自分自身のことを考えるきっかけになればなと思います。はい、ぜひコメントと、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私たちは今すごく幸せなんだけど、結婚できたらもっと幸せです。すごいただそれだけなので、うん、皆さんぜひ幸せになれるように、今後も選挙に行ったりとかね、変えられること変えていきましょう。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。